東北北部から北海道道南にかけては晴れるところもありますけれども、広くすっきりしないお天気。夕方以降になってくると東日本も雨が降り出します。そして関東は南部を中心に夜遅い時間ほど雨が本降りとなっていきそうなんですね。お帰りが遅い方は雨具をお持ちください。ではアイコンでも確認していきましょう。気温ご覧いただきますと、そうですね、だいたい最高気温20度前後のところが西東日本では多くなっています。少し暑さが和らぐところもありそうですね。薄手の上着などお持ちいただければと思います。ということでお洗濯情報も確認していきましょう。北日本や関東、北陸、そして沖縄などは OK なところが多くなっています。ただ西日本は広く NG や心配、そして名古屋など、あとは金沢などもだんだんと心配や NG になっていきそうですね。お天気下り坂となりますので、お洗濯物の外干しの際は空の変化にお気をつけください。以上、ここまで明日のお天気をお伝えしていきました。ではここからは今日のお衣装をご紹介していきたいと思います。今日も素敵なお衣装を提供していただきました。ワンピースがレッセパッセさんのもの、そしてイヤリングがお世話屋さんのものになっています。このワンピースすごく爽やかで素敵ですよね。素材も軽くてふんわりしているのですごく涼しいです。袖がこのシースルー素材になっているんですよ。透け感がポイントですね。あ、そうなんですよ、昨日も一昨日も透け感があるお衣装だったんですよ。透け感はこれからも流行るということなので積極的に取り入れていきたいですね。袖がレース素材になっていて、こんな感じで透けているので涼やかな感じですね。これからの季節長袖ですけれども、もう感覚的には半袖みたいな感じで涼しく着用することができます。腰のところにベルトもついているので自分のサイズに合わせてキュッと調節することができますね。あとはイヤリングがストーン素材っぽいものになっておりまして、ゴールドとストーンの組み合わせ、明るいベージュカラーのような素材なので、こういう明るいお衣装に合わせてもいいですし、暗いお衣装に合わせて顔周りを明るくするのにも役立ってくれるんではないでしょうか。ということで今日も素敵なお衣装、アクセサリー、スタイリングをありがとうございます。衣装紹介のお時間でした。